本鴨です。私はいろいろな格ゲーを PS ストアで割引になったところを買うのですが、ネット対戦に人がいません。対戦するランク範囲を無制限にしてもよく同じ人とマッチングします。そしてその人が上手すぎる。同じ実力の人をさまよう鎧になります。格闘ゲームは発売したてが人が多いと聞きました。しかしフルプライスで買うのは高く思いますけれども、発売初期に触ってみる初心者もいると思うと自分の感覚がおかしいかなのかなと思いました。格闘ゲームをプレイするのもものは発売日に触り対戦に向かう選手が主なのでしょうか。これ難しい質問きたね。これは結構難しい質問だね。確かにそうなんだよね。確かに例えばその PS ストアとかでね、格ゲーに限んないけど、まあ、ゲーム対戦するゲームを買って割引セールですみたいなゲームを買った時、人少ないよね。まあ、正直いない。まあ、ゲームによるんだけど、あんまりこうね、クソほどメジャーなタイトルだったらまだしも、ちょっとマイナーかなぐらいのゲームだったらいないんですよ。さすがにやっぱり時間帯とかちゃんと選ばないときつくてマッチングしないで、マッチングしたと思ったらやっぱそのゲームの主みたいな人が出てくるんですよね。そのゲームの主が出てくる。で、主は主なんで、なんだろうな、ヨボヨボの赤ちゃんがイチローと対戦する感じになっちゃうから、やっぱちょっときついんだよね。それはそう。で、ただ、一応ね、その傾向としては、割引とかセールをすると、そのタイミングで買う人はね、やっぱかなりいるんですよ。で、ちょうどその人とマッチングすることはある。ある。あるが、かなり増えはするんだが、その、やっぱ比率として見たときは、少ないんですよ。少ないっていうのは、発売した瞬間が例えば割合が100だとして、発売直後ね、100だとして、そうだな、発売して、例えば2年ぐらい経って、2年後の 50% オフセール。5% ぐらい。発売日の。ちょっとごめん、数字は適当なんですけど、そんなではないんですよね。これが例えば、Steam で 99% オフ。いや、99% オフとかって今できないんだっけ？まあわかんないけど、100円みたいなさ、ありえんほど安い。かつ、発売して半年とか1年とか。まあ、ぼちぼち新しめぐらいだったら、結構増えるかもしれん。けど、まあ、けどって感じですね。100% を超えることはないですね。最初の発売した瞬間の再生風速を超えることは、まあ、考えにくいでしょうね。だからゲームのそのアクティブユーザーっていうので見ても、やっぱ基本的には下がっていく。で、セールがあると、ちょっと復活する。セールとか、例えば大会があるとかさ、なんか番組がある、イベントがあるとかで、ちょっとずつ盛り返したりはするんだけど、基本的には下がっていく。から、時間が経てば経つほど、マッチングしにくくなる。同じぐらいの人とはやりにくくなる。かつ、格ゲーのゲームのジャンル的に、まあ当たり前なんだけど、時間が経てば経つほどみんなムキムキになっていくのよ。だから、それはね、実際そうなんだよね。ただね、これね、違うんですよね。まあ、ちょっと言い方悪いんだけど、セールだから買いました。周りの人が強い。辛いじゃなくて、まあある意味で言うと、その周りの人に自分も追いついてみようかなっていう考えができると本当は楽なんだよね。まあなかなかそうもいかないとは思うんですけど、その戦闘民族的な考え方としては、どっちかっつうとそっちの方がやりやすいし、生きていきやすいなとは思います。例えばストライブも、もう1年ぐらい経ったんですかね、最初のシーズンが終わるんでっていう状態で、
今から新規で始めるってなると、まあ確かにちょっと差はついちゃってるかなとは思う反面、1年間の差は1年間ないと縮められないかって言ったら、そんなことはないんですよ。そんなことはない。1年間の差は、まあ1週間かけて縮まるっていうとちょっと失礼なんだけど、1年間で培ったものが100点だとすると、1週間ぐらいで、まあ65点ぐらいはいくんじゃない?まあ、その、素養にもよりますけど、70点ぐらいはいくでしょ。ゲーム上手い人だったらね。で、ゲーム下手な人でも、40点、50点ぐらいは結構行きがち。そっから先は、じわじわとした成長なので、ちょっと頑張ってやってみると、意外とね、追いつけないけど、勝負になるぐらいにはなったりする。で、まあなんで、まあちょっとそういう話がまずあります。ただ、そうだね、その、コメントにもありますけど、スタートダッシュはきついから、ちょっと立って、待ってで、情報が出揃ってから、そろそろやるかっていう人も結構います。これは、その、まあ、ある意味で言うと、格ゲーの素養があって、その、情報をまとめてくれたら、それを飲み込んで、スッと上手くなるから、そうなんだろう。てか、無駄な知識をあんまり入れたくないというか、時間もかけたくないし、みたいな。っていうのもかなりあり、ありありのありです。で、俺は逆に、そういう、なんつうのかな、伸ばし方があんまり上手くなくて、やればやるほど弱くなっていくタイプなんですよね。稼働1週間が俺の命っす、基本的に。カスみたいな存在。スタートダッシュしかしない。スタートダッシュしかしない。スタートダッシュのコーナーで差をつけるだけ差をつけて、引退ですね。それがね、すごく多い。良くないなと思う反面、ちょっとまあ本業が忙しくてっていうのは正直あるんだけど、まあ結構やっぱりそういうケースが多いね。その、要するに最初の研究とか調べ物とか伸ばすのはそんなに苦じゃないんだけど、そっからより対策とかを詰めていく段階になった時に、めんどくせえな、みたいな。ってなって、終わることは結構ありますね。で、まあちょっとそれは一旦置いといて、まずね、確かに格闘ゲームフルプライスはね、高い。それはそう。結構高いんですよ。まあこれはね、やっぱ難しいなと思うんだけど、ゲームをまずフルプライスで買います。で、DLC で出るキャラクターとか、なんか要素を買っていきますってなると、ゲームソフト代だけで、なんだろう、2万円とかさ、結構いっちゃうじゃん。ソフト本体がまあ8000円ぐらいだとして、7000円とかで、DLC、1000、みたいな感じでさ、ワンチャン結構いい値段に行くことはあるじゃん。で、ゲームを1本遊ぶっていうのに、まあ、2万円とか1万円とか、まあ、1万円ぐらいはかけてほしいけど、まあ、2万円とかかかるってなると、基本無料のゲームが溢れてる今の状態だと、まあ結構きついよね、みたいな。思う人も結構いるとは思います。けど、まあ、何でもかんでも無料安くしたら人が増えるのかっていうと、まあ人は増えるけど、まあ民度は下がるわね。ひどいことになるよ、ほんと。それもそうなんだよね。この辺が難しい。あくまでやっぱりやりたいのは同じぐらいのレベルの人と対戦したい、まあ言うなれば楽しい対戦がしたいって話になって、苦心煽りをしてくるモンキーがいっぱい欲しいわけではないじゃん。って考えると、なんか安い無料で人を増やすべきっていう考えには、まあ多分ならないよね。まあこの人別にそういう話をしてるわけではないんだけど、まあ一応そういうのがあるので、結構きついと。だけど、だからそういう意味でフルプライスで発売日に買うってやってる人が結構いるんじゃないかなって気もするんだよね。フルプライスで買って、まあ、同じぐらいの感覚の人と対戦したいな、みたいな。その、発売日にフルプライスで買ったんだから、まあ、それなりにこのゲームに対して真摯に向き合おうとしている、もしくはゲームが好きなんだろうなってなると、
まあ、そんなひどいやつに当たらないんじゃないかみたいな気もするんだよね、正直。いや、あのセールで買ってるやつが貸すっていう話をしたいとか、そういうとんでもない話をしたいわけではなくて、セールで買ってくれてる人ももちろんすごい大事なんですけど、あのなんか割合というか考え方的にこういう風になる可能性もあるかなっていう可能性の話ですね。で、なので発売日に触って対戦に向かう戦士が主なのかなって言われるとそうなのかもなーっていう気もします。いやー、まあでも難しいね、ほんと格ゲーをがいっぱい今出てるしね。あ、まあ確かにね、その同じ実力の人が多くいるっていうのが、そのある意味でフルプライス分の価値に入っている可能性はありますね。そういう考え方も結構あるかもしれない。フルプライスで買ったのに強いやつしかいないんだけどって言われるとうーんってなるけど、まあでも発売直後かつシリーズものじゃなかったりした場合は、まあぼちぼちはいると思いますね、やっぱりね。あ、もちろんその発売して しばらく経ってフルプライスで買うのってちょっときついよね、それは。そう、まあ1年ぐらい経ったら安くなってくんねえかなってやっぱ思いますよね、それは。そうだから、例えばそうだな、グラブル VS もこの間あの DLC 全部入りのさ安いやつ出たじゃないですか。ああいうのが発売して1年とか2年とか経ったタイミングで出るっていうのはすごく健全だなと思う反面、あれは完全利益度外視だから、あのなんか企業パワー体力があってすげえなって思ったりはします。はい、という感じです。まあ、ちょっととりあえず話をまとめますと、マッチングで同じぐらいの人がいないなってなった時は、まあ、自分からやっぱアクションを起こさないときついかもな。自分が強くなる、もしくは同じぐらいの人を探してみるじゃないとなかなか難しい。いやいや、たかがゲームでセールだから買った程度のゲームでそんなめんどくさいことしたくないよっていう場合は、まあ博打というか運が悪いと多分マッチングできないよなというのが、まあ、正直なとこですね。で、どうせやから同じ人と対戦したいなってなったら、まあ、フルプライスのゲームを発売日に買うことで、そのあなたの悩みは解消される。フルプライス分の価値にそれも含まれている可能性はかなり高いなと思います。まあ、今は本当ディスコードとかで友達探すことができるから、そうだな、まあその年齢というかあれは分かんないですけど、ボイチャとかでワイワイ話しながらやれるっていう友達ができると俺はすごくいいんじゃないかなと思ったりはします。で、まあ発売日に触って対戦に向かう選手が主なのかっていうと、まあぼちぼちな感じはしますね。選手かって言われると選手でもないね。発売日に買ってオンライン対戦に行くその村人も結構います。村人が結構います。で、戦士もいます。で、虐殺が起こる。衰退する。まあ、大体こういう流れですね。ただ、その衰退も起こるけど、虐殺も起こるけど、その最初のタイミングじゃないと村人は、新鮮な村人はいっぱいいないので、それはそれでやっぱり発売日に触った方がいい。逆にその戦士の人たちは、発売した直後に、ランクまで、ランクも正しくついていないような状態で無双するのはあんまり良くないかなと思って避けてる人は結構いますね。むしろそっちの方が最近は多い。発売直後はプレマで友達と研究しようって人の方が、まあ、格ゲーマーだと最近は多いんじゃねえかなって思ったりはしますね。はい、そんな感じで。何かしらの回答になっていたら幸いです。お便りいただきありがとうございます。